ルガメ MB 記念4日目予選全日程が終了しました。いや、もう今日も疲れましたね。そうですね、もう走り回ってましたね。はい、はい。まあ、加えてですね、僕はまた例によって午前中、今日は朝7時ぐらいに起きましたかね。どこ行ったんですか？今日はあの瀬戸内海のですね、女木島、通称鬼ヶ島というところにですね、朝から行ってまいりました。まあ、鬼は出なかったんですが何しろあの、まあ、江頭さんもご存じと思うんですけど、今日は雨がね、あ、そうですね、すごかったですからね、あの外歩くだけでも大変でしたけどもね、ムレムレの状態で、レース上入りしました。さあ、それであの準優のメンバーがですね、って揃いましたね。そうですね、はい。予選トップはですね、あの菊池浩平さんが、奪いました。そうですね、はい。で、まあ、最後あとウルーさんですね。そうですね、と秋山直之選手が、準優1問打てということですね。そうですね。じゃあまずあの菊池選手から、伺いましょうかね。まあ、ずっと今節好調で来てるようなイメージなんですが。そうですね、足的にはもう全体的にいいと思います。はい、気持ちの面でもね、しっかり充実してるみたいなんで、なんかオーラがすごいですね。近寄りがたい雰囲気すら感じますね。はい、やっぱスタートもね、息張る方なんでね、うん、あの F 持ちですけど、ここ一番の勝負どころではいくと思います、準優でも。そしてウリュウさん、まあ、なんだかんだ言って来るべき人が来たかなという感じですが。そうですね、はい、もうね、同一 SG3 連覇かかってますしね、もう得点予選2位ですか、うん、ここはね、落とせないと思いますね、準優。そしてあの残り1枠1号手取ったのが秋山直之選手ですね。ちょっとね、意外と言ったら、意外と言ったら失礼かもしれませんけども、はい、まあそういう感じですか。足の感じどう評価されてますか？いや、まあ悪くはないと思いますね、まあ、あの全速ターンがね、魅力の方なんでね、うん、あのしっかり今日も着まとめてるんで、そこがね、3位に滑り込んだ感じじゃないでしょうかね。まあ、足の感じ、そして自力考えると、まあ、全くおかしくない3人かなという感じですけども、はい。あと、まあ、外枠勢で何か魅力のある選手、足目立った選手とかいらっしゃいますか？外枠勢ではやっぱその丸岡選手とかね、うん、あの気配的に悪くなさそうですけどね。はい、丸岡さん9レースの、4号手ですね。そうですね、はい、10レースでは辻さんの伸びがちょっと魅力かなと思うんですけどね。あ、その後でちょっとね、東田さんの予想で、はい、はい、詳しくお伺いしますね。11レースもそうですか？そうですね、太田さんとか面白いんじゃないですかね。うん、わかりました。まあ、辻さんがね、ちょっとね、準優時点でね、ちょっと残念な結果になったんです。残念でしたけどね、まあ、明日も、まあ、松井さんのことですから、ちゃんと見せてくれると思いますね。人気、ね、はい、に応えてくれると思います。はい、12レースの1号手ですね、はい、松井さんは。前半は8レースの2号手です。はい、じゃあ、準優の予想に行きましょうかね。はい、ではまず僕の方から、いきたいと思います。です。ここはですね、11レース、まあ、先ほど話も出ましたけど、あの太田和美選手に期待します。足自体もそうなんですけど、ここ の, あのメンバーですね、一応僕はあの幕なりの進入を想定しています。あの6号艇寺田さんが、まあ、動くのか動かないのかというと、まあ、ちょっと微妙ですけども幕なり想定でいきます。そしてですね、ちょっとあの2号艇、3号艇、斉藤仁選手と篠崎元志選手が、ちょっとあのスタートが今節、SI面が不安定といいますか、あまりね、ちょっと遅いレースもあったりしてますからね、その辺で、まあ、一方、太田さんは相変わらず安定した、スタートも安定してるし、レース振りも安定してるということで、中へこみがあるんじゃないかなというふうに踏んでます。その場合は、あの決め打ちのまくり、あるいはまくり差しなんかが見られるんじゃないかというふうに、期待してますですね。はい、まあ、あとは、まあ、キルさんなんかも突っ込んできておかしくないのかなというふうに考えてこの予想にしてみました。では、いきましょう。はい、僕は
10レースですね。彦龍選手、本当に足は仕上がってきてます。本当にスリットの足は、ね、かなりいいと思います。でここメンバーねそんなに悪くないんですけど、まあ、エンジンメンバーも結構揃ってるんですけど、しっかり逃げてくれると思います。ここは本当に瓜生さんならきっと逃げてくれると思います。で相手はちょっと辻さんでいこうかなと思います。辻さん その伸びっていうのは結構ダッシュ向きの足じゃないのかなと思います。でまあね自在にさばかれる選手なんで、まあ展開1幕空いてるところをねしっかりついてくるんじゃないかなと思います。でまあ2、3着で流して8点で勝負したいと思います。はい、という感じでですね、予想の方、順位2レース予想してみましたけどね、はい、今日も急に気温下がったりですとか、また湿気も出たりで、すごい蒸し暑かったですもんね。そうですね。で選手の皆さんもなんか、調整が難しいっていうことをおっしゃってたんですけども、明日もちょっと、なんか微妙ですね。天気、そうですね、ちょっと。はい、なので、まあ、直前まで、スタート特訓ですとか試運転の動きっていうのをできるだけ注意深く見ていければいいのかなと。そうですね、やっぱり直前までちょっとね気象条件が変わるとね、やっぱり足の変化もあると思いますからね、うん、風なんかもねちょっと気になると思うんですよね。そんな感じでいかがでしょうか。